ですから何度も言っているでしょう。事務所がタレントのギャラを取りすぎたり、上層部が圧力をかけたりするような現在の体制が変わらなければ、多くの人が苦しむんです。だったら加藤、これから吉本には専属エージェント契約を導入しようじゃないか。お前が提案し、松本まで動かしたものや。不満はないやろ。ええ、それなら。体制が変わり、誰も辞めずに済むというのであれば、僕も残留します。よし、ではまずお前とその契約で再締結や。吉本の闇営業問題の件で、専属マネジメント契約から専属エージェント契約に再締結し、芸能界の最前線を張り続けた極楽とんぼの加藤浩次。しかしそれからわずか1年半のことだった。エージェント契約終了ってどういうことだ。極楽とんぼについて今さら多くを語る必要はないだろう。彼らは東京吉本の基盤を築き上げた名コンビ。山本圭一は100人を超える後輩芸人に慕われ、加藤浩次は情報番組などレギュラー番組を多く持ち、吉本の屋台骨の一角として君臨していた。ただ一方で、若き頃の加藤は狂犬とも呼ばれ、事務所の上層部や大物芸人相手に噛みつき、たびたび不祥事や騒動を招いている。そしてそんな狂犬の直近の噛みつきといえば、やはり闇営業についてだろう。加藤さん、今現在吉本芸人による闇営業問題で情勢がだいぶ揺らいでいるようですが、いかがでしょう。そうですね、まず僕が怒っているのは会社の対応です。当該者に会見をさせず、やったら連帯責任で全員をクビにするという圧力、引退か契約解除かの2択、それらのおぞましさがお笑いをやるべき僕の先輩や一緒に芸人人生を歩んできた同僚に対して涙を流しながら苦しい謝罪会見をさせるにまで追い込んだこと。こんなパワハラありえないでしょう。若手や会長や社長を怖がってずっと我慢しているんです。そして我慢した結果がこれですよ。もしこのまま体制が変わらないのであれば、僕は会社を辞めます。自身が MC を務める朝の情報番組で胸の苦しみと思いの丈を全て吐き出した加藤浩次。そもそも闇営業が起こる発端としては、吉本所属芸人のギャランティーの低さにある。さんまさんはどうしたら闇営業がなくなると思いますか？そら、吉本がギャラを上げさえすればええやろ。吉本芸人の中堅以下は自分で仕事取ってくるもんも多いしな。なのにそのギャラのほとんどを事務所に取られたらかなわんやろ。高い報酬を満額受け取れる闇営業の方が旨味が大きいのは誰の目にも明らかや。他にも様々な芸能人がギャラの低さに苦言を示したり、そんな現状が生まれる、事務所がおかしいなどの評価を下している。さらには直談判しても何も変わらなかったという声まで。つまり吉本側の芸人への対応の低さや重い腰は共通認識。そうした中での加藤の強気な発言、通称加藤の乱は日本中に大きな波紋を呼び起こすことになったのである。そして真っ先に立ち上がったのがあの松本人志だった。さて、俺もあそこまで豪語したんだ。もう後戻りはできないな。え、松本さん？やっぱり何か言われるのかな。でも俺も引くつもりはないぞ。若手芸人の生活だってかかっていることなんだからな。もしもし、お疲れ様です。ああ、お疲れ。早速やねんけど、来た。俺と一緒に吉本を改革せえへんか。え？それはまさかの申し出。会長らと仲がいい松本が上層部に牙を向けた加藤に対して右手を差し出したことに驚いたことだろう。松本さんは本当に優しい人。事態をちゃんと受け止めて、これじゃダメだと思ったんだな。俺の考えとしてはな、吉本芸人を一人も辞めさせないで改革したいねん。よし、加藤も辞めずに芸人チームと一枚岩になって会社と戦えへんか。戦う。確かにここで何もせず勝手に辞めるのは僕のエゴでしかないですね。内部にいながら変えられるのであれば、
それがベストかもしれません。こうして一念発起がスタート。その中で加藤はあることを思いつき、ダウンタウンとナイナイの岡村、論文の田村亮らに相談を持ちかけた。専属エージェント契約？はい、海外でよく行われてるやつなんですけど、端的に言えばエージェント側が仕事を取ってきて、後のマネジメントやプロデュースはこちらでやるっていう仕組みです。タレント側は取ってきた仕事の金額によって手数料を払うので、ギャラの問題が解決されます。なるほど。ウェンちゃん？あとは契約書を結ばない契約と専属マネジメント、専属エージェントの3つを選択する形にして、それぞれのやりたいような形にすれば。ほな、その旨を俺から上に伝えとくわ。お願いします。その後加藤は大崎会長と会談し、吉本に専属エージェント契約が導入されることが決定した。お前は専属エージェント契約希望でええんやな？はい、ギャラの取り分は僕が8で、吉本側が2でお願いします。は、8？ はい、以前から僕はギャラアップを希望していましたし、これからエージェント契約になるんですから、これくらいは。もう分かったわ、それでいいよ。ありがとうございます。これにより吉本に新たな風が吹き、加藤の乱は成功したと言えるだろう。この度は自分の発言で騒動を大きくしてしまい、大変申し訳ございませんでした。ですが以降、吉本は体制を変え、契約やギャラの見直しなどを検討する委員会を設置してくれることとなりました。これから吉本は大きく変わるでしょう。僕も退社はしません。これからも新しくなった吉本でお笑いを続けていきます。その後、この改革で多くの若手中堅芸人が加藤を支持し、加藤に続くエージェント契約者が現れるように、旧態依然としていた吉本が変わっていくのを日本中が注目していた。しかし、ベテラン芸人はというと。いいんですか会長、いつまでもあんな好き放題やらせて。普通一タレントが生放送で勝手に吉本のトップと会談を約束させるなんてありえませんよ。しかも加藤に至ってはこれまでに何回も噛みついています。これじゃあ示しがつきません。加藤を処分すべきです。わかっとる。そもそも8対2の取り分なぞこっちの見入りが少なすぎやわ。もし仮に全員がエージェント契約をすれば、たちまちうちは潰れてまう。誰のおかげでここまで来られたんか、その義理を自称一人前の芸人どもは分かっとらんよや。ここで一遍空気を締めんとな。そして加藤の乱からおよそ1年半のことだった。ちょっと契約延長しないってどういうことですか。僕まだ続けたいですよ。お前が何言おうと、これは決定事項。契約延長はしない。あとはお望み通り好きにしたらええ。そんな。突然起きた事実上の首宣言、それは見せしめの意味を多分に含んでいることだろう。エージェント契約を導入するようになったのも、全ては闇営業問題を火消しするためであり、最初からこの構図を描いていたのかもしれない。何はともあれ、乱の主介たる加藤の首を取ったことで、エージェント契約者はより一層の吉本の圧力に怯えることとなる。苦しむ芸人を救うはずのエージェント契約が一転して、踏み絵と首への水先案内人と化したわけだ。まあ、もともと主導権は会社側にありますしね。社員のことも考えないといけない以上、面倒なやつは切るのが吉。その方が吉本に利益も生まれますしね。その後、2021年3月末をもって加藤は吉本を退社。相方である山本が吉本に帰ってきた矢先にこれなのだから、再び極楽とんぼを地上波で見ることは難しいのかもしれない。だが加藤はというと、会社を退社となろうと、後ろ盾がなくなろうと、僕は止まりません。自分で会社も立ち上げましたし、これからは一人で頑張っていきます。その覚悟はできました。まだまだ意欲的な加藤、今後どうなるか目は離せない。